生の時好きだった子からラブレターをもらってめちゃくちゃ嬉しかったんだけど、あなたのことは2番目に好きですと書いてあった。中学受験でハゲるくらい追い詰められた時、当時好きだったアイドルから応援の手紙をもらった手で、大丈夫きっと受かるよって自分で書いた手紙お守りに入れて持ってた。中学1年の時新入生合宿に行って、それぞれのクラスで出し物をすることになり、それぞれのクラスでタイミングを踊ることになって、本番でぶちかまし調子に乗った俺は別のクラスのダンスにも乱入して一躍人気者になったけど、数日後不良たちに呼び出されボコボコにされて泣いているところ好きだった子に見られて暗い青春が始まった。タイミングのダンスでブレイクしていこう、校長が廊下ですれ違うたびにハッスルボーイハッスルボーイって呼んでくれるようになったんだけど、学校の暴力事件がニュースになって、その校長がモザイクをかけられ声も変えられてテレビに出ていたのを見て胸が締め付けられた。中学の時ヤンキーがお前の好きなアイドルの電話番号やから買えやって言われて、渋々500円で買って恐る恐る電話に出たらヤンキーの女が出た。写生大会の時おしゃれと勘違いして顔面に母親のファンデーションを塗って参加し、それがクラスメイトにバレて恥をかいた。中学の時不意に陰謀を燃やしてみたくなってティッシュの上に乗せて燃やしたんだけど、当然ものすごい勢いで燃え上がったので急いで消火し、2階の窓から燃えかすとマッチを放り投げた。次の日学校に行っている間に燃えかすを発見した母親が放火と勘違いして警察を呼んでちょっとした騒ぎになった。サッカーのクラスマッチの時キーパーのデブがズル休みしたせいで俺がキーパーをすることになったんだけど、いざ試合が始まってドリブルで突っ込んできたから豪快にスライディングしようとしたらつまずいてゴールが決まって俺は複雑骨折をしてそのまま転校した。転校先で映画少林寺のクワンシーンのモノマネでまたもや人気者になって、最初は可愛い子とかにネタを振られて喜んでやってたけど、次第にお前誰やってやつまでやってやってと言ってきてうざかったんだけど、次第に誰も言わなくなってつらかった。最初で最後に付き合ったのは中3の時で、学校で1、2を争うような超可愛い子だった。クリスマスにエクソシストを見て帰りで初めて手をつないで幸せだった。そんな2人は別々の高校に入り、俺はボクシング部、彼女は空手部に入り、お互いインターハイに行けるように頑張ろうねと誓い合った。しかし次第に会うことも少なくなり結局別れてしまい、家の時初めて審判に止められるほどの鼻血を出し1試合で引退した。部活を辞めた後は遊び放棄、勉強もせず金髪にしたり夜遅くまで街をぶらついていた。そんなある日ふと元彼女の高校の前を通るとデカデカと張り出された看板にその子の名前とインターハイ出場の文字が書かれており、それを見た瞬間膝から崩れます。最初で最後の彼女と初詣に行った時 MA1 を着て登場したのを見て MA1 って言ってなった。でも今年流行ってるみたいです。最初で最後の彼女と結婚中初めてキスをしそうになった時、今私風邪ひいて